キックアルタイルですね、浮かせ技え、プラスしゃがみ状態からの2択、中段と下段の2択っていう、これらをまあうまく使い分けながら相手のそのミスを誘ってそこに反撃を返していくというようなスタイル、これあの、まあ、強い若手のプレイヤーがよくやるスタイルで、はい、写真使い多いんですが、まあ、AK もそのうちの一人、はい、そうね、結構その日本のトッププレイヤーたち、はい、特に若手たちに多いスタイルなので、はい、武選手も馴染みがある戦い方をされるようにも思いますよね。まずは開幕動いていくな、武としてはその自身のレバーテクニックだったりとか反応速度だったりとかで、まあ、防御的に戦うのが信条ですよね。うまい、いや反応が早い、こういうところを見逃さないのが、まあ、いわゆるその若手実験の特徴ですよね。はい、空振りに対しての透かし確定が非常に早いんですよね。スライディング一発、一気にレイジ状態まで追い込まれてる武、ここをどうしていくか。ただこのレイジであり、かつ体力が多いのはポイントですか。いや削り取っていく AK、はい、3発の下段ファイト0対1、下一発からミガパが置いてある、壁に行きますが斜め、おっと、うわ、床を割っていいダメージですね。さらに置き攻めについてくるし、レイジーにさせない、ギリギリの選択でしたね。細かい選択で削りにかかるタケ、いやタケの勝ちパターンこれですよね。体力リードを取って、あとは技打ちやレバーテクニックで守ると。第3ラウンドです。下一発、小技の打ち合いになっている。で AK 選手としては先ほどから再三打ってこれですよね、この下 LK、 2LK ですね、はい、この技がポイントになりそうなんですけれども、まあ、当然タケも警戒しているでしょうね。そうですね、ようやくさばきましたね。壁割りにはなりませんでしたが、中段壁際壁の隅 AK のチャンス、いやここはうまくタケも横移動で壁から脱出しました。はい、あしゃがみからの2択を空振りさせたタケ、レイジ状態なのは AK、 お互いレイジ、時間も減ってきましたよ。レイジドライブの打ちやすさはポールの方が上ですが、1回のみ使えるレイズドライブ、今使った、スカートしている、うわー2発目割り込んでいる、おーどうだ、おーキック、おーラウンド4、今の技がかなり高速しましたね、予想外のヒットだったという感じでしょうか。武選手もちょっとびっくりしてしまいましたかね。 AK もうまく起き上がってはもしかしたらあったかもしれないんですが、はい、ローキックで削ったのは武、途中ポイントとなったのは多分今後もあると思うんですけど、AK 選手がしゃがみから2択を仕掛ける、はい、という状況ですが、そこでもしっかりとバックダッシュ、早いバックダッシュで距離を離すことが武選手はできるんですよね。それによって空振りさせて反撃すると、まあ、スライディング中段から止めていく AK、 いや返していったが、うまい、どうなる、うわー下段で削り取っていきました。いやハメコさん、今レイジ状態になったので、はい、1回ポンケンを出す、レイジドライブを出す直前のコマンドをタケは入力してからの対となる下段を打ちましたよね。タイミングもちょっとずらして、はい、対応しづらくさせましたよね。レイジドライブが強力ゆえにそれを背にした下段攻撃で勝っていきました。まずはタケ選手、先生ですね。 Get ready for the next battle。やはり1試合目は AK 選手の持ち味があまり出せないという感じになりましたかね。なかなかそのまま攻め崩して、はい、そしてリードを取って武の攻めを誘って、まあ、そこを打ち取るというようなプレーはできませんでしたね。はい、ドペイン、ドペイン、レオリー V 大第2試合です。武が1試合をリードしております。この状況、下段うまい、やはり空振りですね。この横移動やバックダッシュで相手の技を空振りさせる防御行動が非常にうまい。しかし壁際、いや横移動で逃げていく、ワンツー、これも透かし確定です。抜けています、位置が入れ替わる、はい、もう一度抜けています、ガードしている、完璧ですね。壁が近かったのでスクリューに行かずに、はい、壁コンボになる、
かなり楽をこれを詰めていきました。やはり近頃のポールの使用がかなり武井選手は増えてきたということで、はい、難しい状況でのコンボミスが少なくなってきますよね。連動が高まっていますね、はい、上がってきてます。お互い横移動に強い技を打ち合っていくか。これですウォーミングアタック。さあまだ体力余裕がある状況ですが返していく。タックルパンチ返し、特定のキャラクターのみある技ですが、はい、ポールも持っています。やはりパックルしか速い竹、これもガードしている。あ、本拳が出ないか。だが体力差かなりついているぞ。下一発当ててもまだ追いつけない。竹はレイジドライブを警戒していますね。はい、横から、あ、うん、よく守った。何回か下段を打たれないと倒せない、殺されない選択肢だったので、状況だったので、いつかガードできればいいなという状況ですね。2対0、ブレイク、アルコミを破壊してコンボを伸ばしていきます。またもレイジ1個手前のこの体力、レイジにはなったんですけども、これを活かせますでしょうか。 AK 先ほどと同じような状況ですね。これ下段、下段を何発も打ちに行かなければならない。騒いでいる。しかし壁はそうだ、おお。まあ、的確ですね。押し切ることに成功、ちょっと怖かったですよね。そうですね、壁が近かったというのもありましたが、側面に壁があった場合に、まあ、スクリューで壁裏になってしまって追撃が決まらないということもあったと思うんですが、はい、今のはなんとか決めることに成功。ただ AK 選手は流れが欲しかったのか、スライディングを多用しておりますけれども、ここは早めに暴れていったと、はい、やっぱ AK のプレイっていうのはこういうそのちょっとあの偏りを見せるような、はい、あえてですよね、あえて強気の行動をたくさん取って、後々にも繋いでいく、そんな2択のセンス発揮されております。このラウンドはまさにそれでしたね。もう4回5回とスライディングを打ってるので、そろそろ竹もしゃがまなければならないというところにあるタイム。ゲームをまず展開を作っているのは AK の方、この長期戦の序盤でやっぱりそういうのをやりたいですよね。はい、しかし確定反撃が大きいです。非常に減るガードした、ガード、このスライディングの反撃の相性もポールは非常にいいですよね。簡単にコンボが決まりますよね、スライディングに対して。ここで投げは通ってしまうものの、体力リーダーだけ攻め、スライディング、また行く、横から失礼して、逆転だ、いやコンボ長い、壁の踏みどうする。 AK ここはガードでしょうか。壁の折り反転、中段置き攻め、中段残っている、うわー、レイジドライブにローキックで割り込んだ、発生の速さ、これを生かしました AK、 逆転しましたね。壁の、まあ、そのステージの隅に追い詰められた時どうなるかと思ったんですが、はい、うまく脱出しましたね。 AK 選手はやっぱりこの武選手対 AK は、AK 選手の持ち味が出せるかどうかで勝敗がかなり変わってきそうですよね、うん、先ほどの2試合目のように無理やりにでもこう2択に付き合わせる、それで竹の守りを惑わせていくっていうのが必要になってるんですよね。さあ勢いが欲しいのは AK でしょうが、選ばれたステージは無限ステージです。今度は壁がありません。壁コンボ、そして壁際の攻めというのが不可能になります。はい、竹選手はかなりバックダッシュの入力精度が高く、はい、下がるのが非常に早いんですよね。そうなってくると AK としては体力リードを取られた時に追いかけるのがさらに難しくなります。中間距離戦近づいていくな、竹技を置いている、中段一発、相当ゆっくりとした試合展開になっていきそうですよ ね、これはもうタイムアップも最初から見ていると思います。はい、お、飛び越えていく、これは非常に大きい、じゃあ軸ずれ、やっぱいい、やっぱです、置いてありましたね。じゃあ攻めるところを一打となる、これも反撃、これでも打つ、これでも反撃、さあいける、レイジです、ちょっと多いか、だがスライディング一発射した、レイジドライブ無理やりねじ込みました。ちょっと AK が逆転するラウンドが増えてきましたかね。最初に体力リードを取っても持ち前の逆転力で食らいついています。
前出し前出しプレッシャーをかけていく中段本拳一発から走り込んで位置が入れ替わるがさばいている一気攻めどうする中段中段これラウシール手参考残ったがトゥースマン防御守りが固い竹1対1AK の学者はやっぱそのちょっと無理してでも攻めていかないといけないそうですねここに対してタクは付き合っていますそして反撃をしっかり返していく投げ抜けていますが中断おお当て身が置いてあるぞ珍しいですねポールで返し技はい投げ抜けてますどうなる下一発入るが大きい技が竹に当たりそうにない AK はどう崩す横移動スライディング避けているレイジドライブを狙っているのは AK 下一発どうするおお弱うまいできるかうんこれは倒しきるあ難しい斜めの角度の状況でしたがよくぞ決めましたね竹もスプリングをちょっとガードさせるのとそのままなんかコンボにいける、はい、発生のスライダーを繰り出したんですけれども AK もしっかり対応しましたねこの試合は AK がリーチをかけておりますスライディングやはりスライディングを飛んでいくキーとなるのはやはりスライディングですかねそうですねしゃがみカウン2択これがどう効くかどうかです空振りだが削り体勢の竹AK にもう一発があるぞいやここは瓦割り最後の1ミリ削りになった時ポールは非常に強力ですよねリーチを長い瓦割り中段攻撃を持っていますこの状況にしたらポール優勢になるので体力リードを先は取りたいコンボこれは難しいコンボはいやはりスライディングこれでスライディングスライディングガードしているスライディングだけで追いついたぞもう一度あえて打っていくオフで中断だ2つ3つしかし竹も冷静に返していきます AK これでレイジですどうするかレイジドライバー当たれば死ぬぞスライディング残っている残ったどうだ下段ガードスイッドライブカウンシールどうなるガー残っているぞうわこらえたぞ竹あんなにスライディングをガードしてるのにあんなに当たってるのにアルタイルはひたすらガードしてましたねそう自分の読みと心中するプレーですよね、はい、大きい方は食らわないと、はい、もうまあああなったらどちらを食らっても終わりですから本当に相手のその傾向っていうところを読んで、まあ、その通りにプレーするそしてその時にしっかり反撃をやっぱり入力できているっていうのがそうです、ね、冷静になる証拠なのかなというふうに思います竹が2勝目を取りましたこの3試合目はAK がもうあえてスライディングを打ちまくったじゃないですかそうですねはい止めに対してまだそれでいくのかどうかですよねあんなにスライディングを打っときながらも試合を取ったのは竹ですから、はい、いや本当にあとちょっとでしたね AK 側もはい今度は展開がかなり変わるんじゃないですか狭いステージが選ばれております三島道場ステージ中央でアッパー2つ、はい、壁コンボに行くでしょう半分壁際起き上がらせないこれはコンボに行けますがいい運びですしかし3割に届かない反撃レイジですからあとワンチャンスやはりスライディングに行くああよついにガードついにガードですさすがに好き放題やらせねえぞというガードですねしかもガードできれば倒しきれるはいここもしっかりと魂も出していくあえてですねこれも今度はどうするんだギャッパーいや AK も2択に行くのを渋るようになりましたかねいや行きますねいや行きますうまい横からアルタイル浮かせて壁コンボしっかりダメージの高い壁コンボです倒しきれる
やはり行きますね。やはり行きます。これこそ AK の特徴ですよね、はい、こういう2択をどんどんゴリゴリ相手に叩きつけて、そこから試合を作っていく。置き手み重視、やはりガードしています竹。だが投げは抜けてるぞ。膝、いやー、いい、やっぱ暴れを許さない。有利な状況を使って割り込めないアッパーを決めていきました AK。 これでリーチ抜けています。投げ抑制の動き中断。さっきがしゃがみを見せてるぞ。スライディングをガードするという意思を見せています。しかし中段はガードしている。これコンクラブですね、はい、AK も多分ずっと2択に行くでしょうね。これはそうですね。このまま壁が近かったせいで入らなかった。しゃがんでいる。こういうところは本当に見逃しません。しゃがめる連携は全部しゃがむ。運んでしっかり追撃、食らいつきますね。シーソーゲームじゃないですか。早めの2択で体力リードを取ってから、やはり竹に手を出させてそこを取るという動きがこの試合でできていましたね。はい、なんか変わったところといったら、はい、竹選手がちょっとスライディングをもうようやくガードする動きを見せてきたところですよね。だからその2択に付き合ってるという部分が、内容が変わってきています。でしゃがみからの2択を仕掛けるときに今後アルタイルを、はい、AK 選手はどういう配分で打っていくか。そうですね、一番気になるのは竹側がその 2択をガードするシーンってのはあると思うんですけど、はい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 、そこのプレッシャーかかってくると、はい、反撃がそのちょっとずつ安くなっていく。例えばアルタイルに今はちゃんと12フレの蹴るやつを返してるんですけど、はい、ワンツーになっていくっていうところが、そうですね、まあ、出てくるとまずいかなというふうに思いますね。あそこ確定反撃が安いものになってしまったというのは、その竹選手にプレッシャーかかった何よりの証ですよね。そうなんです、やはりプレッシャーかかっているとそういうところでの判断っていうのがちょっと鈍っていきますから、はい、そこに注目したいと思います。選ばれたのは今度は無限ステージ、2対2となったこの状況、タケにとっては、まあ悪くない。そうですね、守りやすいステージではあります。ラウンド1ファイト始まります。第5試合ワンツーハイからの下段、むしろプレッシャーをかけてくるタケ、中段ガード、ああ返しました。上から振ってくるが当たらず、体力はほぼイーブンの状況。この試合は AK が全くしゃがみに2択に行かないと。そうですね、むしろタケが攻めている、それをさばく AK という構図でした。これいいアッパーが入った。倒しきれはしないんですが、置き攻めどうする、タックルしていく、ネットタックル、タケが取りました。1対0、膝蹴り、おお、ダイヤ難しいんですけれども、しっかり決めましたね。毎回ちゃんと決めてますよね。はい、今度は AK の逆襲です。やはりしゃがみにタケル行こうと。おー、いい勝利、ライトで飛んでいる。連勝体発動はしましたが、体力リードアタケ AK どうする、カウンター、これはいい前転起き上がりゲダンキックになってなりましたね。追いつきました。いや、追い越してるぞ。体力リードは AK だが一撃で、おお、登った、いやー、冷静かよ。横移動で牽制キックを回避しました。起き上がりに対して置き攻め、中下段に2択を仕掛けるというのは定石なんですが、そこでもなおも防御行動の竹、素晴らしい守りですね。下段一発、やはり無限ステージは竹のにわか、守りが非常にうまいですから、なかなか AK もダメージ取れない。はい、このスライディングは食らっても OK という動きでしょうね。中段今度しゃがんでいる、押しゃがです。はい、スライディングが出ない。少しずつ AK 追いついてきましたが、ガードしている。やはりカッターミスでスタッチが出ない。これはどうありません、体力ゲージが1ドットしかありませんでしたから、これを耐え切ることができませんでした。はい、シーソーゲームですね。本当に2連勝がお互いついたことがないこうした試合になっています。ステージがどうやら重要そうですね。これは無限はやはり竹に分があるという感じの内容になりますね、はい、より守りやすいステージの方が竹の勝率がいい、はい、そして選ばれたのはこの
トワイライトコンフリクトですが、ハメコさん、まあ、バルコニーブレイクがある、はい、壁が割れるステージですね。で、壁が割れると開花のステージに移行して、はい、このステージの場合は開花のステージが結構広めな、そうですね、広めになってますので、ステージになってるんですよね。そういう意味では竹としては割りたい、そして AK としては割らせずにそのまま試合を進めたいというふうに言っていいと思います。まずは会場のステージで戦います。今の画面の奥に見えているあのフェンスですよね、はい、あれを割ることができるようになってます。横移動で反撃をしていくのは竹、しかし序盤の削りが非常にいいぞ。おお、うまい、バク転反撃、貫抜きまさに次の大きい技に出して浮かせたらなる重要な技です。抜けてリターンに変えていく、AKもお見事、レイジを活かせるか。中段、いやレイジさん、そう高い、そうなんだ。おー、ルティメットタックルに対して最後で回り込んでのレイジドライブポンケン、一戦ですね、体力がこけましたよ。1対0、あ、割れていく、タックルを温存しているので、ここでくるからポンケンで体力半分をゲット。そして追撃も入っている、シャガパン、スライディング2つ、もう1回いくか、もう1回、3回目、先制キックで反撃を返していきました。4回目、5つ、どうなる、おー、ドライブ確認、最後は中段だった、下段5連続からの中段、全部当たった。この2択のゲームメイク支配してるのがこの若干18歳の AK というのもまた面白いですよね。しかしここアッパー潜るような形で打っていきました。竹、壁が近い、どうかな、カウンターヒット、ここは繋いでいる AK、 連続ヒットです。アルタイルガード、うわあ、しゃがみトゥーライトル、壁際残るが、カウンター、でかいぞ、拾っている、うまい、コンボがうまい、ステージアップがあるぞ、入力が少なければ少ないほどダメージの上がるこのレイジアーツ、倒しきり十分なダメージ、勝てる選択肢でしたね。しかし状況限定だったんですが、下 L 系スネークイーンですか、はい、非常に難しいコンボを決めていきました。いや、うまかったですね。いや、あれは修練の賜物なんでしょうね。下段一発から変わるゴマ、しなみパッチ飛んでいる、タケが技で迎え撃つシーンが多くなりましたかね。ねえ、しゃがみ2択に対して技を打ち返していく、しかしスライディングが決まっています。はい、スライディングが相当やはりゲームに、そうですね、これです。まだ行く、ついにガードしました。レイジかつ壁まで行くか、置き攻め中断、次はどうだ、ガード、ガードしています、やはり守り、竹は防御がうまい、まあ、今の場面はですね、下段竜王霹靂将とプラスエイジドライブポンケンの2択でゲーム終わってしまう状態だったので、はい、まあ、そのプレッシャーで AK を打たざるを得ませんでしたね。そうですね、そのどっちかが打ってきてもレイジアーツ噛み合えば勝てる選択肢だったので、はい、さあここでこの試合がファイナルラウンドですありますけれども、体力リードは AK、 竹はどう迎え撃つ、スライディング、スライディング、やはり行く、空中ヒット、空中ヒットになっている、いや、これは相当 AK 有利だぞ、落としたくないでしょう、このラウンドは、投げしゃがんでいる、いや追いついた、いや追い越した、どうか、壁コンボを決めた、ついに2連勝が訪れました。達成したのは竹選手です。さあこれで日本選抜チーム竹選手が勝利に王手をかけました。皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。さあカウントの方が、はい、竹選手が4試合取りまして AK 選手は2試合、つまり AK 選手はここから3連勝が必要と、必須です。はい、 AK 選手にとっては相当の逆境なんじゃないですか。こうなってきたときにあのスライディングが同じように打てるかというと、やはりリスクがちらついてしまうのかなと思うんですけれども、どうでしょうかね。打つ、あ、やっぱり勇気がいりますから、まあ、見られてる方は分かるかと思いますが、ガードしたら確定反撃コンボを食らってしまいますので、それでも打ち続けた AK ですが、それでも行くのかどうか、
ここからは話が変わってくると思いますね。はい、選ばれたのはバイオレットシステムズ。壁のあるそれなり狭めのステージになっています。はい、武選手としてももう あと2連敗は最低してもいいわけですから、スライディングをしゃがみやすくなるはずなんですね。そうですね、これでしゃがみやすくなっています。中段を食らってもしょうがないという思考になりますよね。反撃しゃがんでいる、しゃがんでますが下段をさばいていきます。ただ壁に行かないとそんなに減らない。中段切りつく、うん、相打ち AK のみレイジです。ガードしゃがむよな、やはりしゃがめるようになりますね。なりましたね。ここからは本当にむしろスライディング打つためにプレッシャーかかるのは AK の方になりましたよね。はい、これでもうねさすがに普通であればもうスライディングでプレッシャーをかけるのはもう難しい、心理的に難しい状況になってきます。 AKなので小技で立ち合っていきます。3発目竜王壁壁賞投げ抜けています。やっぱしゃがみヒット、ワンツー抜けています。またも抜けています。投げが通らない。タケはこのままリード保ち続けたい。下アッパー、壁に行けばかなり優勢だ。あ、いい運びです。いや残る、ああどうなる、起き上がらせずにギリギリ下段一発から下段、ああ二発打っていった。今度は下段下段打ちにいったな竹。さあこれで勝利へリーチです。 AK はこの上ない逆境。接近戦、しゃがんではいるもののリスクを与えられない AK。 タケは淡々と AK を追い詰めます。細かい、うまい、うまいですね。横井殿の空振りを誘う。スライディングやはり行く、行くしかないのか。いやガードしてるの、待っていました。読み勝ってるのはタケ。空振り、防御コードロック一発、ステップインガードが非常にうまい。前出ししてるのに技が当たらないぞ。時間が入ってきたぞ、どうするんだ。残り15秒、うわー会場だ、じゃあどうだ、残っているが一発、10秒ある、うわー。さあということでご覧の通り大将戦、日本選抜チーム武選手が勝利しまして、この試合このカード日本選抜チームの勝利ということになりました。おめでとう。